レオナルド・ベネビロ、トンマーゾ・ギュラ・ロン・オトカル・ロ・メラグラ・ニー、ボローニャのパラッツォ・デ・リア・ファリエ・デ・ラ・ボルサ。インテリア。写真、パオロ・モンティ、1976。レオナルド・ベネーボロは、イタリアの建築士や、建築学者、建築家、建築評論家、都市計画家、研究者。20世紀を代表する建築と、都市研究者である。イタリア・オルタ生まれ。 ローマ大学で建築を学び1946年に卒業する。その後、ベネボロ建築設計事務所を開設し建築設計と都市計画に従事する傍らで、母校とパレルモ大学、フィレンツェ大学、ベネツィア建築大学で主にローマの建築士の講師を務める。当初は主に古代、ギリシャやローマの建築と都市計画の比較研究をテーマにし、 ローマ大学で学位を1956年に取得。1963年には甚大な被害を引き起こしたバイオントダム周辺地域の復興計画を担当する委員会のメンバーにも選出されている。その後、70年代まではローマ大学で教弁を取っていたが辞任し、ミラノ市都市計画局顧問を務めた。ありがとうございます。